こんにちは。メアリのうちの子紹介ナンバー2です。今日はスペリオールの3体を紹介したいと思います。まず左からマドモアゼルローズバド、ベリーインスパイアードバイパウアウポンチョ、シルバースノーです。この子たちはラディエンスが出る前のちょっと古いタイプの方の子たちになります。で、最初はブライスを持つ前はスペリオールは解凍が難しい、ノコギリを使ったタマを開けなきゃいけない、そういう話をすごいネットで調べて見ていたので、私の中にはお迎えする候補にはなかったんですけれども、ルミデミトリアちゃんをお迎えした時に、ああカスタム必要ないなと思った途端に私の中の幅がぐっと広がりました。私はやらかし始めてる感じです。なぜかというと、前回紹介したタイムアフターアリスちゃんとダンディさんの間に3人スペリオールをお迎えしてしまっています。もうスペリオールにはまってしまったっていう感じですね。で、もともとはアッシュリーズシークレットを探していたんですけれど、それを見ている時に一目惚れしてしまったのがこのマドモアゼルローズバドちゃん。可愛くて美しくて、もう一目惚れですね。欲しくて欲しくて購入した後も箱からしばらく出せないぐらい本当に可愛かったです。今でもこの箱がなんて言ったらいいんですか、扉型になっていて中が見えるんですけど、もう作りがすごく美しくって、私はまず捨てられずにそのまま箱は取っといてあります。大抵ほとんどの箱は捨ててしまうんですけど、このローズバドさんの箱だけはしっかり取っておいてあります。で、その後に髪の毛の短い子がすごく欲しくなってしまって、フルーツパンチかエクセレントハリウッドかフロスティーフロップかトレンチカとか、なんかそこら辺でこうぐる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 迷っていたんですけれど、結果やっぱり私はスペリオールが好きだったのと、洋服がフレンチトレンチはちょっと青で可愛いワンピースだったので、その子を選ぶことにしました。で、その後も、今度赤毛が欲しいということで、ルージュノワール、パティパッチ、デビデラクール、あとナターシャムーア、ここら辺でぐる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 してたんですけれど、やっぱりこうナターシャムーアのほくろといい、目の紫色の目といい、すごく可愛くって、ナターシャムーアをお迎えしました。じゃあ今なぜその2体はいないのかというと、フレンチトレンチさんは髪の毛がねすごい可愛かったんですけれど、短くってうまく私カールができなかったんですよね。で、なかなか似合う服が難しくって、ちょっと私には素人としては扱いにくいっていうところが出てきてしまって、最終的にお別れしてしまいました。でもなんか考えずに欲しい欲しいで買っちゃいけないなっていうのはもう今の自分では思っています。ただその現時点ではもうそんなことがわからないので、もう可愛い可愛い欲しい欲しいの一心でなんかあれこれお迎えしてた気がします。で、ナターシャムーアさんはなぜお別れしてしまったかっていうと、キャラクター的にはすごくいいんですよ。髪の色も目の色もいいし、服装とかも私の妄想劇場の中ではディアーヌ社長として未だに君臨しているぐらいすごくいいキャラクターだったんですけれど、何でしょう、前髪の量が多すぎた。前髪パッツの子は大好きなんですけれど、耳の横まである前髪がどうしても私の中で受け入れられなかった。こうキャラクター的なものと比較しても全然大したことではないと思うんですけれど、何かが多分引っかかったんでしょうね。それでお別れしてしまいました。お別れしてもなお見かけると欲しくなってしまうというおかしな状態になっています。でも本当にブライスちゃんをお迎えするときは本当に考えないといけないなっていうことをしみじみ今思っています。で、ダンディさんをお迎えした後にうちに来たのがパウアウポンチョちゃんです。
はオークションで、ラブミッションという名で売られていました。で、洋服も警官の服を着せられていたんですけれど、まあ多分パワーポンチョだろうなと思って落札させていただいたら、お洋服もバッチリ全部綺麗な状態でついてきました。で、その後にさらにお迎えしたのがシルバースノーです。この子はもともと私がスペリオールを欲しいなと思うきっかけになった子でもありました。この紫のアイシャドウと、本当はシルバーだっただろう、この髪の毛すごく可愛くって、お迎えの候補としてスペリオールのお迎えの候補として一番に挙げられていたんですけれど、タイミングがなかなか合わず最後の方に回ってしまいました。私の妄想劇場ではパティシエの見習いをやっています。次回は残りの3人を紹介したいと思います。